ざっすー。パリ10日間どうでした？楽しかった。足りない、見たいものまだいっぱいあるんだけど。もう一回来ようね。もう一回行きたいです。まだ1ヶ月ぐらいで行きたいで、今日からロンドンに移ります。わー、ドーバー海峡の下をぐーっと大移動です。電車ってことですか？電車で、OK? うーレッツゴーゴー。いいお宿だったね。車に乗りましたよ。駅に向かいます。おい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 パリの街にお別れをします。バイ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 。駅に着きましたよ。これがパリの駅。あ、駅だ駅だ。なんか駅も素敵だな。とりあえず入ったぞ。これが駅でパリを出国します。入ったんですけど全く進まないですねこれ時間間に合う？時間は余裕だけど、はあ、進む気がしない。動かないとされてない。そうだよね。ここ3つ出て入ってきて1本になるんですけど、誰も何もコントロールしてないからどんどん後ろから人が入ってきちゃう。 One hour later! 出国審査終わって、入国審査終わって、税金もやって、やっとちょっと休憩してます。ここめっちゃすごいんだよ。そう、ここで電車の時間まで待ちたいと思います。コーヒー、お酒、こっちがジュースとチップスがある。あとクッキーがある。カロテセはコーラつきましたよ。トクトクしてください。アーリルこのポテチめっちゃうまい。パパどっちにするワインか。アンドチップス。ここがビールで、こっちがワイン。ワインもすげえし。朝から最後。うん、うまい。その後は今パリどうですか？わー、いいんじゃないって、いいんじゃないだってさあ、そろそろ時間なんで行きますよ。電車に乗ります。ここパリなんですけど、もうすでにWelcome to the London ね、ここがロンドンだ。電車に無事乗れたんですけど、荷物を置く場所がなくてどうしようかなみたいな。なんか本当はちっちゃいやつ上に置かなきゃいけないらしいんだけど、ちっちゃいやつをみんなここに置いちゃってるんだよね。なんとか乗りましたよ。荷物をかなり遠くに置かせてもらった。やばい、これほら何かあった時にこれガラス割れるよ。ドーバー海峡の下を潜るからね。ドーバー海峡の下を、海の中を。そうだよ、フランスとイギリスの海の底を、海底を走る。繋がってないもん。繋がってないです。何が起きたら、もし止まっちゃってヤバくなったら、パパが悪いって。練習してもさ、水になっちゃう。だから泳いで上がんないと。はい、泳いで。みんな泳ぐ練習して。泳ぎ出したぞ。さあ、パリを出発しますよ。パリにバイバイ言って。パリにお別れし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 て。オーバーバー。オーバーバー。オーバーバー。Can I have a cup of tea? 何？それがロンドンだ。見てて。Can I have a cup of tea? Cup of tea?やばい。
お前やっちゃ硬いの手のやつだけど、ムール出かけだったよ。母ちゃん何してるんですか？ノリノリです。おお、フランスの田舎だよ。フランスの田舎、顔見てる。フランスの田舎、まあ、カホちゃんがママの髪をしてます。ナイスガイズ。で、パパはアロンとます。わざわざ何ダウンロードしてきたの？やっほー、わっさー、並んでいいよ。とても綺麗ですね。カホちゃんの髪してきた。若すぎません？大丈夫ですか？若々しすぎない？落ちる。ママ耳がちっちゃいの入んない。これどうか。ご飯が来ましたよ。嬉しい。今日飲むな。飲みます、飲みます。飛行機みたいだね。パパはサーモン。サーモンしました。カホちゃんとママと火星は結構いい匂いしてるよ。せーのが3、はい、せーのが3、はい、いただきます。いただきます。やばい、海に入りそうかも。ほら、帰る。まだまだだね。まだだよ。さあ、もうすぐ海の中に入るのかな。水深 100m ってこと。これ海底の中では世界で一番長い。でも海底トンネルとしては津軽海峡の方が長い。Moments later. トンネル入ってません？これだった？でも真っ暗だよ。これだった？何もあれもなかった。雨30分。トンネル入ってる？これ。いつの間にか入ってます。もう抜けますよ、50キロです。Moments later. へー。早かったね。近い。あれと温度は近い。うん。近いね。寝てたら着いたね。ロンドンに到着です。ロンドン着きました。今から宿に行きます。おいおい、これがロンドンの空気かよ。違う？まあやっぱり英語で書いてありますからね。わかりやすいです。違う？でも出てきたらすぐポールがあって、あんまフランスと変わんねえなと思ったけど。タクシーマークにどうぞ。はい、タクシーちゃんが来ましたよ。かわいい。タクシーになりましたよ。ガデリーシアターに向かいます。いいと。そう、の近くに宿があるから、そこで降ろしてもらう。ここまで来ればちょっと安心じゃない？なんかお気づきされてない？されてない？大丈夫？パリと違います？あ、全然違います。普通の空気感かな。なんかが違うね。明るい感じ。そう、パリの方が明るい感じするけどな。パリは今あれだ、オリンピックの準備で忙しい。あっちもこっちもフェンスフェンスフェンス。そう、フェンスだ。顔もって好きすぎ。大英博物館ですよ。すごい人ですね。もうでもルーブルでお腹いっぱいやけどな。もう一回ルーブル行きたいぐらい。タクシー降りましたよ。あの建物ですね、泊まるの。すっごい場所にある。ここムーランルージュだから。
みんなそこのパブで立って飲んでますね。すごくないって、あそこ立ってるのみんな飲んでるんだけど、ビール。フランスと違って座らずに立って飲みます。やば。今回も Airbnb でオーナーさんとここで待ち合わせしてるんですけど、来ないですね。パパがスキャムじゃないかって面白くない冗談を言い出したんですけど、もうちょっと待ってみましょう。まあ待ちましょうよ。このロンドンの空気を感じながらね。そう、本物だけどな。アメリカ資本だけどな。カナダにはありますね。今オーナーさんが来て部屋入れてくれました。とんでもない場所にとんでもない物件があったって感じ。しかもこの物件高くなかったんだよね。これ絶対隠れ穴場だって。私もない。ちょっと待って、まずリビングに行こうよ。このヒョウ柄がちょっと派手だけど、そうそうそう、おしゃれ、おしゃれよ。リビングが思ったより広くて、ちょっと荷物がもう置いてあるな。もうくつろいでますよね、カホさん。そう、見てよ、このカホさんか、めっちゃ綺麗なの。で、キッチンが、ほら、モダンなこの素敵なキッチン見てよ。しかもコーヒー、これ、綺麗なやつがついてて、もう豆入ってるから、スイッチ押すだけでいいって。これですよ。やばいよ。ちょ。ちょ、壊さないでよ。ヒーティングフェーズ始まってる。女子部屋カホ紹介して。女子部屋、部屋どっち？あ？今日でしょ。女子部屋が決まってるよ。女子部屋がこっちですね。はい、母ちゃんも寝ちゃって、ほらほら、もう女子部屋だよ。女子部屋ほらほら見て、シャワーとついてますね。じゃあ男子部屋連れてってで、しかもウォークインクローゼットがドーン、すごい、思ったより広いんだけど。トイレがちゃんとあるのが嬉しい。ここそお客さん用のバスルームでした。嬉しいわ。こっちが男子部屋。あら、男子部屋もいいじゃない。めっちゃ狭いやん。あっちキングだね、多分。こっちクイーンだね。いやろー。で、これがほら、男子部屋、これシャワーがちゃんとついてるよ。よかったね。当たり前やろ。よし、じゃんけんで決めるか。いや、違うよ。ほら、線もここやら寝てるから。生徒パパだとここやばそうだよね。寝相すっげー悪いんだよ。絶対だけ言ってるのか。いや。じゃあパパとカホでじゃんけんして。いや、俺はヨーロッパに来て学んだんです。何？レジン。あ、そうなんだよね。いや、パリはね、本当にレディーファーストだったね。本当にレディーファースト、パリは。いいの？レディーファースト、You can pick。 じゃあ、あっちだよね。行こう行こう、あっち行こう、あっち行こう、行こう、バイバイ。